イカの王様とも称されるアオリイカ。春は大型が狙える絶好の季節。さあ来た。お、これちょっといいサイズ。ほら、ほら来た。いい、よいしょ。はい、ありがとうございます。いやー嬉しい。日本古来の和セールはエギを巧みに操り、ロッドのティップに伝わるわずかな当たりを捉えるティップエギングと呼ばれる釣りは、今や全国的な広がりを見せている。この釣りのスペシャリスト富所淳さんは、暖かくなる春の時期の魅力をこう語る。あの春のアオリイカなんですけども、どうしても産卵で浅場に入ってくるんですね。でこれティップエギングで狙う場合っていうのは、その産卵で浅場に入る前の状態なので、ボディがですねグラマラスで重量もあってですね、一番いい状態の重さのあるイカが釣ることができるっていうのが春のティップエギングのいいところかなと思います。今回富所さんが向かったのは、暖流の影響を受け魚種の豊富さでは全国屈指のエリア、長崎県五島灘。北条の海でティップエギングを存分に満喫する。長崎県の空の玄関口、長崎空港を有する大村市。港に富所さんがやってきたのは、暖かさが増してきた4月下旬。これまで全国各地でエギングを行ってきた富所さん。長崎県にももちろん足を運んでいるが、ボートからはあまり狙ったことがないので心が躍る。長崎っていうとですね、もうアオリイカが釣れるっていうのは皆さんご存知のエリアではあるんですけども、非常にこう入り組んでいて、島もたくさんあって、狙う場所がこうもう無数にと言っていいほどあるんですね。なんですけど、実際にはこう遊漁船もそんなに多くなくて、まだまだこれからこう開拓していく余地のあるエリアかなと思ってて、いつも行ってるところも楽しいんですけど、これから開拓するっていう意味でこの長崎のエリアっていうのは非常に楽しみなエリアじゃないかなと思ってます。アオリイカは1年で一生を終えると言われており、一般的に春から夏にかけて産卵。そのため春は成熟した大きなアオリイカを狙いやすい時期となる。実際どのくらい釣れているのだろうか。ここ最近の釣果なんですけども、はい、どんな感じですかね。そうですね、数的には 4,5 匹、はい、まあ、ちょっといい時で2桁いくぐらいで、はいはいはい、サイズ的にはまあ500グラムから2キロぐらいまで、2キロぐらいまで、ちょっとまあばらつきがある感じですね、はいはい。釣り初日は朝のうちは風が強い予報。そのため出船は少し遅めの7時。港が面するのは大村湾だが、大型サイズと数を狙うため遠方になるが、九州本土と五島列島の間にある海域、五島灘へ向かう。あまり天候が良くないので海の様子を伺い、この日は九州本土に近いエリアで釣りを行うことに。25メーターですね。ちょっと一回ここでやってみましょうかね。25メーター。とりあえず S2 でやってみます。ちょっと深かったら潮が流れるようだったらすぐ重くしちゃいます。ちょっと潮がね入り組んでる感じですね。バタバタしてますね。釣り方はエギを投入し着底させたら糸ふけを取り、数回しゃくり上げ当たりを待つというのが基本。ベタなぎなんですけど、こんな感じで潮を受けてる感じですね。ちょっとピッチの短い波があるんで、そういう時はこういう感じで揺れちゃうんですよね。なので今日使ってるロッドは72のちょっと長めのロッドです。
最近はこのティップエギングもショートロッドがすごく流行りなんですけど、こういう船が揺れるような時ってロングロッドの方がすごく楽なんですよね。ロッドを安定させる、でエギを安定させるっていう意味で言うとね、使いやすいっていうのと釣れやすいっていうのはこうちょっと違うところがあるので、こういう時にロングロッドっていうのは非常に有効的です。リールなんですけど、やっぱりある程度ボディがしっかりしてるっていうところと、あとは軽さとドラグですね。特に春は大きいのが来るので、あまりこうドラグ性能が良くなくて、こう糸がなかなか出ていかない、最初にこうスムーズに出ていかないドラグのリールっていうのはやめておいた方がいいかなと思います。僕なんかはドラグかなりきつめでやるんで、特にそういうきつめでやる場合っていうのは最初の出だしが悪いと、その最初のファーストランでパチンって切れちゃったりしますからね。その辺はすごく気使った方がいいと思います。すごくドラグが緩い方も多いんですけど、例えばこうしゃくってる時にジージーって音が出る方結構いますよね。ドラグ出しながらしゃくっちゃう人って、でこれだと深場だとやっぱりエギが動きにくいっていうのと、フッキングの時にどうしてもドラグが滑っちゃうんですよね。抱きつく力よりも糸の出る方が強くなっちゃうので、そうすると途中で離されたりする、カンナにかからずにそのまま上がってきてパンって離されちゃったりとかあるので、僕は基本的にはドラグはきつめにして、グッ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 っていくとぐらいのところで緩めるぐらいですね。お、来た。おお、ちょっと可愛いけど。来ました来ました。おお、気持ちいい。あげちゃいましょうか。来たじゃないですか。幸先。そのまま抜いちゃいます。はい。よいしょ。はい。来ましたね。可愛いサイズですけど、多分ねこの時期でも産卵意識してるのは多いんですよね。サイズは大きい小さいありますけど。小さい時に餌を取れないと体が大きくならないんで、大きくならないまんま大人になるっていうイカもいますよね。開始早々アオリイカが姿を見せてくれた。アオリイカを手にする究極のノウハウは基本をしっかり行うという言葉にすれば実にシンプルなこと。一つ一つどういうことを行っているか具体的に教えてもらおう。まずは着底に関係するエギのウェイトについて。富所さんは潮が緩まったと感じるとすぐさまエギのウェイトを軽くする。この細やかな交換が大切だ。28メーター。よくこう聞かれるんですけど、どれぐらいの重さがいいですかって言って、でその水深だけじゃなくて風の強さと潮の強さと速さとっていうのが関係してくるんで、正直アドバイスできないんですよ。その日その場所そのタイミングでどんどん変わってきますし、でこれ1回目の着底取ってこうやって落とし直すじゃないですか。この2回目の時に糸がブワーッと流される時があるんですよ。こうなったらすぐに重くします。2回目の着底が取れないことって結構あるんでね。とにかく重さの変更交換はまめに。やっぱ最近見てるととにかく皆さんエギが重たいんですよね。でも軽いと着底分かんないじゃんっていう話になると思うんですけど、着底が分かればいいんですよね。着底が分かれば別にそれ以上でもそれ以下でもないので、何のために重くするのかって言われたら基本的には着底をはっきりと分からせるためですよね。じゃあ分かるんだったら別に倍の重さでもいいじゃん、もっと重たくてもいいじゃんってなるんですけど、重たくなればなるほど何が問題かっていうと根がかりしちゃうんですね。アオリイカって根のあるところにいるイカなので、
そうすると重たければ重たいほど粘の中にズボンって入りますよね。そうすると皆さん一番嫌な根がかりしちゃいますよね。釣りが快適にできてるんであれば軽くしてっていいと思います。僕結構重さにはすごくうるさいんですけど、色には何にもうるさくないです。何使ってもいいかなと思ってるんで。なのでこの色じゃなきゃダメとかそういうのもないですね。気分転換で使い分けてくださいっていうのと、あとはまあなんか一緒に乗ってる同船してる人がこの色で釣れた釣れたって言ってたら、まあそれの色に変えるとかっていうのは全然ありかなと思いますけどね。次にエギのしゃくり、強さは時期によっても変えた方が良いそうだ。例えば秋9、10、11月っていうのはイカが餌を求めてどん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 体を大きくする時期なんで非常によく釣れますよね。なのでどんどんしっかり動かしてバン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 しゃくってっていう感じになりますけど、今の時期の例えば3月4月5月っていうのは産卵をもう意識してきてて、で体を大きくするっていうよりは体のサイズを維持するだけというか、要するに死なない程度に餌を取るっていう感覚なんですよね。なので産卵前に体力を整える、もしくは産卵のための体力を温存するため、なので生きていくためのっていう程度なんで、わざわざこうあっちこっち追っかけてくるっていう感じではないですよね。なので秋に比べればしゃくりは比較的優しめという感じになります。そして最後、この釣りで最も重要だといえるしゃくった後のブレないエギのステイ。他の魚釣りとちょっと違うところはこう動いてる最中にイカが抱かないっていうことですね。食いついてこないっていうことなんですね。なので動きっていうのはあくまでも見せるためだけだと思っていただく。でその後に止めるっていう動作ですね。いわゆる胴からの背、この背のところに胴が入り込んでしまうと止めてるはずなのにずっとこうやってエギが泳いだりとか、こうやって頭が下がって上がってみたいな、こういう風になってしまうので、いかに綺麗に止めるか、一定の動きに変えてあげる、動きをなくすっていうのが一番重要な要素ですね。エギをブレないようにするには船の揺れを吸収するように体全体を使い、グリップも強く握りすぎず穂先が動かないようにすることが大切だ。その他にもロッドの長さを適したものにすることで補うこともできる。ではですね、ロッドの選び方なんですけども、まず専用ロッドっていうのがどういう竿かっていうとですね、しっかりとエギがしゃくれなきゃいけないので、あまりこう柔らかすぎるロッドは良くないです。その代わり穂先ですね、穂先は当たりを取るのでこう柔らかい穂先になっているっていうのが特徴的なところですね。あと長さなんですけども、だいたい7フィート6フィート台で5フィート台っていう風に分かれてます。あまり長すぎると船の上では取り回しが悪くなってしまうので、だいたい7フィート前後ですねから短いところで言うと5フィート大体後半ぐらいまでっていうのがロッドの長さになってきます。で例えば海が悪い時、荒れてる時、波がある時、風が強い時なんかはちょっと長めのロッド、逆にベタなぎになればなるほどショートロッドみたいな感じの使い分けがまあ一番分かりやすいかなということで、まあ大体最初分かんない時は6フィート台ですね、6フィート台半ばから後半ぐらいのやつを選ばれるとまあ一番使いやすいかな、どっちの状況でもこう対応できるんじゃないかなと思います。他にもイカの加勢が高い時に積極的にかけていく先調子や、無風時にキャストを行う際に最適なモデルのロッドもあるので、好みや状況によってさらに使い分けても良いだろう。しゃくりなんですけど、基本的にはそこからだいたいもう3メーター以内ぐらいでやってます。秋の煽りをやってる時にモンゴーとかいわゆるコウイカゲが抱いてくる時は棚が低い可能性があるんでもっとしゃくり上げるんですけど、春はあまり捕食するためにどん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 追っかけてくるわけではないので、どちらかというと低い棚を狙うんで3メーターぐらいのとこまでっていうと
そんなにこうしゃくりをガン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 しゃくる必要はない。ただ一回一回のエギの動きはちゃんと動かしてあげないと、ダラダラすると餌と認識されないので、キュッキュッキュッっていう動きにはしますけど、しゃくり上げすぎないんですね。船長のアナウンスによると水深40メートルほど、着底が取れるようエギの頭部にシンカーをつける。深い43メーターです。こういういつ次のしゃくりでイカが来るんじゃないか、次の姿勢でイカが触るんじゃないかって思いながらドキドキやってる時ってすごい集中してるんで、どん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 精度が上がってきますよね。あとはこういう海藻ね、こういう海藻がついたら必ずチェックして綺麗にする。常に釣ることの喜びと丁寧さを欠かさず、いつか地合いが来ることを信じて手を休めず釣りに集中する。すると潮止まりに近づいた時、待っていたチャンスが訪れる。よっしゃ、やっぱり来た。よし、やっぱりイカでしたね。ちょっとなんかカサカサってしたんですけど、まあ、あとはもうなんか煽りであることを願うばかりですけど、なんかね、別にパンチしてエギがポンってなるとかってないんですよね。なんかこう竿先がカサカサってなって、あれと思って、やっぱりって感じだったんでね。うー、やった、煽りだ。よしよし、ありがとうございます。可愛いサイズだが、これを足がかりにサイズアップを狙いたい。バレないでくれ、ソールで抱いた。おお、ちょっとなんか着底早いなと思ったんですよ。ソールで抱きましたね。まあ言ってもでもサイズは一緒かな、やっぱり同じ。はい、お願いします。よいしょ、ありがとうございます。うん、サイズが上がらない。ハルイカサイズが遠いな。フォールで抱いちゃってるね。やる気があるのかななんて思っちゃうんですけど、ただサイズがねちっちゃいでしょう。ああいうのって単発でいることが多いんですよね。例えばこう産卵絡みの群れの場合ってバンバンバンって連発するんで、こう大きいオスもメスもこう一緒にこういるんですけどね、そんな感じじゃないじゃないですかイカが。なのでこういう場合だとなんかこうただの本当通りがかりの一杯みたいな感じになるんで、あんまりこう参考にならないことが多いですね。ここで続けばちょっと雰囲気変わりますけどね。前の方に流れてます。前行ってます。前行ってます。前で、あ、前ですね。12時方向に船が行ってるみたいですね。流れが複雑ですね。流れが複雑なんでね、例えば潮と風がぶつかってる時って船が動かないんで、エギをどん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 向こうの方にこう流していくんですよ。ドリフトさせていくような感じ で逆に後ろに行ってる時はドリフトさせても同じとこにエギがいるんで入れ替えなきゃいけないんですよね。なのでちょっとそういう工夫は必要なので、僕なんかは結構流れる方向気にしちゃったりしますね。エギのウェイトを下げても良いと思った富所さん、釣れているタイミングなのでタイムロスを防ぐため、エギを付け替えるのではなく、
軽いエギをセットしているタックルに変える。来た。お、これちょっといいサイズ。ほら、ほら来た。お、お、行ったよ。おー、今日一。おお。よし、じゃあやっぱり地合い入ったかもしれないね。よし。よっしゃ、来た。あとはバレんでくれよっ。大型がヒット。ドラグを調整しながら慎重にやり取りを進める。おー、いいサイズ。はい、来た。しゃあ、ほら、いいサイズ。しゃあ、はいはい、いい感じでかかってる。よし、いい、よいしょ。はい、ありがとうございます。やりました。来ましたね。いやー、嬉しい。これが五島灘のモンスターちょい手前アオリイカです。サイズは 1.5 キロほど。十分重量感を楽しめた。メスでしたね。メス、ちょっと模様が怪しかったんで一瞬オスかなとも思いましたけど、やっぱりメスでした。オスの方がアオリイカ大きくなるので、あれについてくるオスを釣りたいですね。チャンスタイムはいつまで続くかわからない。ここが本日の勝負どころと感じ、さらに集中して誘いをかける。イカだ。ほら、連発。よし、やっぱ地合いっすね。おー、ちょっとサイズ可愛くなったけど。うい、しゃあ、最高、楽しい。よし、ちょっとサイズは可愛いけど、はい、ちょっと上げちゃいます。はい、よいしょ。はい、ちょっと可愛いですね。でも君じゃない。どんどん行きましょう。こちらは 300g に届かない小さなサイズ。今ヒットしている釣り場でリリースを行うとイカが散ってしまう可能性があるので、一旦イカしバケツに。試合が終わってからリリースする考えだ。そして何より釣れている時間を無駄にはできない。よっしゃ、来た。いたじゃん。まだ終わってなかった。おお、これも悪くない。おお、キロはないかもだけど。よっしゃ、連発、すごい、楽しすぎるでしょ。これオスですね。はい、よっしゃ、はい、お願いします。これオスですね。はい、ありがとうございます。はい、来ました。600ぐらいですかね。600、700ぐらい。エキサイティングな時間が続いたが、怒涛のラッシュもここまで。その後は当たりが止まり、そのまま釣り終了の時間を迎えてしまった。そして最後に生かしていた小型をリリース。釣り初日は終盤に胸が躍るひとときを楽しめた。釣り2日目の夜明け前、
ポテンシャルが高い海なのでサイズアップを期待したい。今日はですね、ちょっと朝早くから出船ということになりますけども、ちょっと頑張って一番大きいね、最大サイズオスのでかいやつをね、取っていきたいと思います。最終日でもある今日は海も落ち着いており、風が強く1日目には行けなかった大型の実績のある釣り場にも行けるので期待が膨らむ。はい、潮は選手方向にゆっくり 2.5 ノットぐらいで流れてます。潮すっかすかよ。もうほんと潮が緩い時はどん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 軽くするっていう、どんな時でも。で今日大潮なんで、こっからどん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 速くなっていくんですよ。でこれ今潮止まりってことはないんですけど、潮が緩いエリア、まあ時間帯でもありますけどにいるときに着底がちょっと分かりにくくなってきたかなっていうタイミングは必ずどこかできます。でそこでおそらくパタパタってくると思うんですよね。でそのパタパタっていうのが終わると、一気にもう次の投入ではもうバーッと潮が走ってたりするぐらいなんで、その一瞬を大潮の時って捉えられるかどうかっていうのも勝負の分かれ目になるんで、それに気づけるかどうかっていうのは軽いエギを使ってるかどうかなんですよね。潮の流れを読み取り、海の中の情報をいち早くキャッチできる状態が大切だ。そして富所さんの推測通り、潮流が変化するタイミングで穂先に反応が。何かが触った。おった、イカだ。あ、かわいい。これはもうさっさと上がってきちゃうから。今日はでかいの狙いなんで君じゃないぞ。ほら上がっちゃいます。よし、ほら、よいしょ。ほい、今日初イカ、またちっちゃいイカでスタートです。サイズを選んで釣ることはできないので、重要なのは当たりを逃さず取りこぼしがないように心がけること。アサマズメの絶好のチャンスタイム、富所さんはヒットを重ねる。お、イカだ、ポールだ。ポールで泣いちゃった。落とし直しできましたね。ちょっとサイズ良くなったけど、ポールで抱いちゃいました。また一緒ぐらいです。ちょっとだけ大きいぐらい。おりゃー、あんまり変わってないです。ちょっとだけサイズアップです。ポールで抱いちゃいましたね。おお、ざったー。ちょっといいかも。あ、これモンゴーか。全然引かない。なんだ、引き出した。おお、ほら、煽りだ。おお。煽りでした。
こっちに来てから元気になっちゃった。よし、抜いちゃうか。よいしょ、ガーッ。おー、いいサイズだ。でもこれもメスですね。まあまあいいサイズ。なんか今日は塩は大したことないんですけど、イカは釣れますね、なんかね。富所さんはこの釣りの良いところは地域特性がないところだと語る。イカはイカ、どこ行っても一緒だから、なんか釣り方覚えちゃえば日本全国でできちゃう釣りなんですよ。日本全国どころか世界中でできちゃうんだ、オリイカさえいれば。だから地域性もないし、なんかここのイカはみたいなことをね言われて、よくいろんなとこ行ったけど、やっぱオリはオリだなっていう。だからよくタチウオなんかでね、僕も全国行きますけど、タチウオとかはすごく地域性があるんですよね。誘いとか餌とかすんごい偏るんですけど、エギはエギだし、誘いも一緒だしみたいな。そういう意味では覚えちゃえばどこでもできちゃう釣りっていうのはいいところですよね。ただ水深が深いとか潮が速いとかっていうのはあるにしても、やることは一緒なんでね。ちゃんと着底取る、しゃくる、止める、この3つは、これさえできればどこ行っても釣れるんで。最終日は1キロオーバーのアオリイカと出会うことはなかったが、十分な数がヒットした。未開拓なフィールドが残り、さまざまな可能性を感じさせてくれる兆候となった。基本に忠実に丁寧な釣りを行い、通い続ければ、いつか驚くような大型アオリイカと出会えることだろう。